東華大ニュータウン。東華大ニュータウンは愛知県小牧市にあるニュータウンである。東華大ニュータウンは愛知県小牧市東部、名古屋市の北北東に位置する丘陵地にあるニュータウン。名古屋県の住宅需要に対処するために愛知県が主体となって整備された。名古屋市のベッドタウンの一つとして造成され、住民の多くが名古屋市、または地元の小牧市、 カスガイ市に通勤している。大きさは、東西南北、約2キロメートル、大きく分けて、5つの地域、小賀、市農家、城山、桃賀、丘、光が丘で構成されている。ニュータウン内は、起伏に富んでいて、坂が多く、車道と完全に区別された、緑道と名付けられた歩道が縦横に張り巡らされている。歩道と車道を分けるという観点で、 町づくりが行われたことと起伏に富んでいる土地柄から歩道橋や車道橋などの橋が多い。ニュータウン内の道路、公園、運動施設などの管理、運営は財団法等課題センターが行っている。特定の時間、夕方以降や日曜、祝日など、や特定の場所、商業施設や公園を除いて人通りは極めて少ない。街灯の数も少ない。 複数の医療機関、診療所がまとまってある場所がいくつかあり、複数の店舗がまとまってある場所、及び施設が4つある。また、コンビニエンスストアは2店舗ある。そして各地域ごとに、大小合わせて30カ所の公園がある。建設計画が発表されたのは1968年8月。名古屋市の北北東約16キロメートルにある。 主に桃畑や雑木林、原野などが広がっていた、東西約 2km、南北約 2km の範囲の丘陵地を開発して建設することとなりま。最初の都市計画が発表されたのは1971年5月。計画人口が5万4千人、開発区域が約322ヘクタール、322万メートル。 事業期間は1972年5月1日から1979年3月31日された。しかし、1978年4月には都市計画が変更。計画人口が4万7千人に減らされ、事業期間も1986年3月31日まで延長された。この後何度も事業計画は見直され、 事業期間も延期されることとなる。1980年7月には、東海大新交通東海大線の車両基地などの追加に伴い一部変更。1983年10月には、計画人口が4万人へと減らされる。1986年に1月には、東海大線の春行期限延長に伴い、事業期間が1991年3月31日まで延長。 さらに1990年12月には1996年3月31日に、1996年には1999年3月31日へと延長される。なお、1998年8月には開発地域が321.5ヘクタール、321万5000メートルへと縮小されている。ニュータウンで問題となっている地盤沈下と 土壌汚染に関する事項は、別途下記の年表にまとめてある。2010年1月1日現在で、9128世帯26,459人、男、12,964人、女、13,495人が暮らしている。小牧市内でも特に外国、主にブラジルからの移住者が多く住んでおり、人口の約6 約1600人が暮らしている。下記の表は、東華大ニュータウンの人口と世帯数の推移を示したものである。なお、各年の数字は、その年の1月1日時点のものである、1999年のみ、10月1日時点。2006年1月に開かれた東華大線の住民説明会において、ニュータウンは、 将来的に人口が3万人程度に止まるか、現在よりも減るのではないかという試算が公表されている。名古屋中心部方面行き、中央自動車道の東下台、または中央道東下台停留所には、新宿駅行きなどの長距離バスも停車するが、上記飯田線、稲線を除き、名古屋市内東下台の区間利用はできない。春日方面、小牧方面、 ピーチバス東日台ニュータウンと小牧駅、小牧市役所前までを結ぶ路線バス。東日台線の代替バスとして運行される。平日朝とそれ以外の時間帯では運行ルートが異なる。運営会社は青い交通。その他、小牧巡回バス小牧市が運行青い交通に委託しているコミュニティバス。ピーチバスとの相互利用に関しては割引がある。 各コースについては、小牧巡回バスに詳細な記載あり。未言青い交通が運営する乗り合いタクシー。東華大センター駅前に乗り場がある。送迎する地域を東華大ニュータウン内とその周辺地域に限定している。1991年から2006年まで、ニュータウンと小牧市中心部の街地にある小牧駅を結んでいた。 新交通システムの東下台新交通東下台線。愛称はピーチライナー。以下の2つの公園分類は地区公園。以下の4つの公園分類は近隣公園。以下の24個の公園分類は外区公園。敷地面積は0.1から0.3ヘクタール。御嶽神社光が丘4丁目にある神社。元は光ヶ丘5丁目にあったが、 光が丘第二住宅の建設に伴って現在地に移動した。同じ敷地内には、篠岡丘111号カマートがある。八渡社町松125番地にある神社、上松の氏神神社であるが、比較的規模の大きい最寄りの神社である。毎年夏に行われる東華大祭りのほかに、各地区や小学校ごとに、住民の手による小規模なイベントが行われている。 詳細は、東海大祭り参照。最寄りの IC は、東名高速道路、春日 IC、ももやまニュータウン南側にある大草から、小牧市中部、春日市西北部を経由して、JR 春日井駅へと至る路線バス。東海大バスと比べて時間がかかる上に料金が高いので、JR 春日井駅へ向かう目的ではほとんど利用されていない。 運営会社は名鉄バス。子はニュータウン南西側にある商業施設。2009年10月29日をもって閉店。ニュータウンの建設計画が発表されたのは1968年8月。当初の計画では計画人口が5万4千人。開発区域が約322ヘクタール、322万平方メートル。 事業期間が1972年5月1日から1979年3月31日であった。しかし、最終的に1998年8月まで6回の事業計画変更が行われ、期間延長も8回行われた。その結果計画人口は4万人へと縮小。さらに事業計画も1999年3月まで大幅に延長され、 開発地域も321.5ヘクタール、321万5000平方メートルへと縮小された。このように何度も計画が変更されたが、現在の人口は計画人口を大幅に下回る、約2万7000人に止まっている。また、事業自体はすでに終了したが、未だ予定通り小建て住宅やマンションが建設されてない土地がある。さらに一部の地区では、 産業廃棄物埋設による地盤沈下や土壌汚染が問題となっている。東海大線、ピーチライナーの計画が持ち上がるのは1971年、ニュータウンの建設計画が発表された約2年半後である。その後、ニュータウンの計画と並行して東海大線の建設計画も進められる。しかしニュータウンの規模縮小や様々な要因から完成は 当初の予定よりも大幅に遅れ、ニュータウンの移住が始まった1980年から約10年後の1991年に開業た。開業初年度から建設前の予想を大きく下回る利用者数を記録する。その理由としては、ニュータウン住民の多くが通勤通学などで名古屋市内へと向かうのに、 接続路線である名鉄小牧線が不便であることや、JR 春日井駅まで自家用車などで向かい、JR 中央線などを利用するニュータウン住民が多かったことなどが挙げられている。その後ニュータウンの人口は当初の予定よりも少ないものの増加を続けたのに対し、東海大線の利用者数は減少した。さらに、東海大線は開業以来一度も黒字になったこともなかった。 結果、巨額の累積赤字を抱えることとなる。累積赤字が増えていく中で、愛知県は税金投入などの支援策を行い、運営会社の東海大新交通は大規模なリストラなどの経費削減、主に人件費の削減に努めた。開業13年目に地下鉄上飯田線ができたことと運賃を値下げしたことで利用者が少し増加したが、 利益は運賃を値下げしたことでわずかに増えただけだった。その結果、赤字は増える一方となった。2004年7月に愛知県は有識者による検討会を立ち上げ、損廃を含めた議論を始める。検討会では別のシステムを導入し、存続を図る胸の意見がまとめられたが、後に愛知県が出した試算では、検討会が出した試算よりも、 大幅に上回ることが発覚し、システムの意向案も頓挫してしまう。そんな中、2005年12月に、一部報道機関によって、廃止が決定したとじられる。2006年1月と2月に、ニュータウン内で、検討会の出した意見や、実際かかる試算などの説明会が行われた。会では、東海大戦の現状や、今後の展望や、存続させる場合は、ニュータウンに住む。 全世帯に対して年間数万円の負担を求める。などといった案も示された。さらに県側は、この会で初めて、ニュータウン整備費用の一部を東海大戦の建設費用へと流用したことも認めた。出席した人たちの多くは、廃止に反対する人たちであったため、廃止に反対する意見が多数出た。反対意見が多数出たことで、小牧市議会議員と、篠岡地区長は、 愛知県に対し廃止の結論を延期するよう求めた。その後小牧市長も愛知県知事に廃止の結論延期を求めた。しかしそのような動きとは対局的にニュータウン住民を含む沿線住民の手による存続運動や利用促進活動は全く行われなかった。また新聞には東海大新交通常務の談話として 住民からの廃止に関する問い合わせや励ましの電話も一本もなかったという発言が掲載されている。なお、2004年7月に損廃を議論する検討会が立ち上げられた時も、2005年末に一部報道機関によって廃止決定と報じられた時も、ニュータウン住民を含む沿線住民の手による存続運動や利用新活動は全く行われていない。同年3月に、 愛知県と小牧市は、東海大線の支援を断念する旨を発表する。結果、東海大線の廃止が決定する。その後、廃止前の同年9月19日から、代替交通機関として、ニュータウンと小牧駅を結ぶバス、ピーチバスが運行を開始する。このバスは当初、朝のラッシュ時に、渋滞や慣れない利用者の乗降など理由で、予定していた到着時間よりも遅れるなどの問題が報じられた。 しかしその一方で、運行会社である青い交通には、ピーチライナーと比べ家の近くから乗れるようになり、便利になった点もある、夜はピーチライナーよりも早く家に着くようになったなどといった声も寄せられている。また廃止した同年10月に、名鉄バスは、ニュータウンと JR 春日駅を結ぶ路線バスを新設している。加えて、既存の名古屋市内行きの都市間、 高速バス東下台線を増便させている。そのため、ニュータウン住民の一部には、東下台線が廃止になって、むしろ便利になったという人もいる。東下台新交通東下台線の、東下台ニュータウン整備費用の流用問題参照。ニュータウン住民の多くは、東下台線を利用せず、計画段階で想定されなかった。 東海大新交通東海大線の建設前の需要予測の問題に詳しい記載あり、競合路線の JR 中央線を利用して名古屋と向かっていた。その数は、東海大線を利用していた人が1日、約2670人、1991年から2004年までの平均。2005年度が過去最高で、1日3500人。ニュータウン人口の 約6%だったのに対し、約5倍の1万3000人、国土交通省資産であった。そのような現状から、住民は、小牧市に対し、JR 春日井駅への路線バス開設をたびたび求めたが、小牧市は、他交通機関、具体的には、東海大線との需要調整という理由で、認可しなかった。住民は、名鉄バスにもたびたび嘆願したが、 名鉄バスも開設しなかった名鉄バスは東海大戦敗止後に東海大 JR 春日駅間の路線バスを新設しているそこで住民は東海大バス運営会を組織2002年4月ニュータウン近くにある大学のスクールバスを運行させていた青い交通に運行を委託する形で JR 春日駅行きの開園生バスの運行を始める その後路線バス事業の規制緩和により、同年10月、海園製バスは、青い交通の路線バス、東海大バスとして運行されるようになる。東海大新交通東海大線の廃止後の問題参照。愛知県が造成市都市再生機構、旧住宅、都市整備公団が販売した、ニュータウン南部の城山五丁目地区にある住宅で、地盤沈下が発覚し、 問題となっている。問題の発覚は2001年、同地区の2県の住宅に住む住人から都市再生機構に対し、家が傾いてきたとの苦情が届いたことに始まる。その後都市再生機構が調査したところ、2県の住宅とも家が沈下していることが判明。2県の住宅は都市再生機構が買い取り、後に解体された。 二軒の住宅から突然家主が引っ越したことを不審に思った近所の住民が都市再生機構に問い合わせたところ地盤沈下の事実を知る。2005年にはこの二軒の住宅周辺の住民からも都市再生機構に対し家が傾いてきたなどの苦情が相次いで届くようになる。その結果都市再生機構がそれらの住宅を調査したところ数軒で地盤沈下が判明する。 2006年2月都市再生機構は問題となっている地域のボーリング調査を開始する。すると、さらに十数軒の住宅が沈下していることが判明。このことはマスメディアによって大きく報じられることとなる。問題となっている土地は1957年に高春工業の会長が購入し、王子製紙カスガイ工場などから出る産業廃棄物を10年以上にわたって廃棄していた。 ことが分かっている。当時は廃棄物処理に関する法律がかったため、この件で高原工業の責任を問うことはできない。1971年7月、愛知県が小牧市の仲介でこの土地を購入し、造成工事を行っている。この造成工事の際、産業廃棄物と見られる粘土が大量に堆積していたことを当時の愛知県庁職員が確認している。 そのため、これらを撤去したとしているが、すべて撤去できなかった可能性もあるとも証言している。その後愛知県は、この土地を、旧住宅、都市整備公団に売却。住宅、都市整備公団は住宅を建築し、1988年に販売している。2006年7月都市再生機構は、地盤沈下の原因を探るべく、解体した2件の住宅跡地の地下の土壌の、 調査分析を開始、同年11月に結果を公表している。それによると、問題となっている土地は、産業廃棄物が層となって残っており、その上にさらに土が盛られている状態であった。この産業廃棄物層の上にある土の層が造成の、さえ十分踏み固められておらず、雨水が浸透。その結果その層が沈下し、 さらにその重みに耐えられず、産業廃棄物層が沈下した、というものであった。土壌汚染が発覚した城山地区の土地は1957年に、高原工業の会長が購入し、王子製紙カスガイ工場などから出る産業廃棄物を10年以上にわたって廃棄していた、ことがわかっている。2006年11月に公表された都市再生機構の調査結果では、 産業廃棄物が現存していることが確認されている。また同調査では、環境基準値の170倍の鉛を含む5種類の有害物質や油分、木片、ガラス片、ビニール袋なども確認されている。同年8月住民からの要請を受けた小牧市は、市独自の調査を開始する。都市再生機構の調査地点から土壌サンプルを回収し、 同年10月に分析結果を公表している。それによると土壌には環境基準を上回る有害物質、ヒ素3.6倍、ジクロロメタン約1.9倍が含まれており、通常の土壌ではほとんど検出されない油分も検出されたとなっている。この調査結果を受けて小牧市は愛知県と都市再生機構に対し適切な対応を求める。 要望書を提出している。同年8月住民は愛知県に対し県独自の調査を要請している。それに対し愛知県は都市再生機構側に責任があるとして要請を断っている。しかしその一方で愛知県庁の職員が都市再生機構の調査地点から土壌サンプルを回収。同年10月に小牧市と共に分析結果を公表している。それによると 小牧市の調査では、環境基準を上回る有害物質が見つかっているの対し、愛知県の調査結果は、環境基準を上回る有害物質は見つからなかったというものであった。新たな問題として、同年11月に開かれた住民説明会で、愛知県は問題となっている地域の土壌が、ニュータウン内の3つの学校、大城小学校、光ヶ丘小学校、 光が丘中学校のグラウンドに持ち込まれて埋められたことを公表した。そして調査対象地区を学校グラウンドにも拡大し、改めて調査を行った。その結果、光が丘小学校と大城小学校の敷地内で、環境基準の1.1から2.2倍の鉛が見つかった。一方住宅地からは、1.3から6.9倍の鉛と1.2倍の総水銀。 そして1.5倍のヒ素が見つかった。さらに黒い土が見つかったすべての地点からは、油分が検出された。この調査結果に対し愛知県は、環境基準を超えた物質が見つかった場所は、すべて1.2から2.5メートルの土で覆われており、地下水の引用利用もないため、人体への影響はないとしている。また、環境基準を超えた物質が検出された原因は、からないとした上で、 県の責任を否定している。また2008年4月には、小賀地区に整備される予定の住宅地、エコーガー伝統課題の土地の一部の地下からも、環境基準を上回る有害物質、基準約7倍のヒ素、基準をやや上回るフッ素が見つかっている。これは、他地区で土壌汚染が相次いで発覚したことを受けて、整備を行っている。 愛知県住宅供給公社が2007年10月から行った土壌調査で明らかとなった問題が発覚した土地は1970年代に愛知県が購入1989年頃まで暫定調整地として利用されていた1999年3月に愛知県が県住宅供給公社に売却その後駐車場などとして利用されていたが 2007年4月から住宅地の整備工事が始められていた。なお、なぜ有害物質が見つかったかについては、不明としている。この問題の責任をめぐって、2006年8月都市再生機構は、地盤沈下の原因は、愛知県の責任であるとして、住民への保障費用や、これまでかかった調査費用などを求める裁判を、名古屋地方裁判所に起こした。 都市再生機構側は、愛知県から大量の廃棄物が持ち込まれた場所だったとは聞いていない。廃棄物があれば購入していないと主張。それに対し愛知県側は、土地売買の際、資料のやり取りはあったはず。旧住宅、都市整備公団には、住宅の売り手として、地盤をよく調べる義務がある。基礎を頑丈にした近隣の住宅では、問題は起きていないと主張した。 判決が出たのは2009年3月26日。地盤調査する責任は都市再生機構にあったとして都市再生機構側の訴えは棄却された。2007年10月、問題が起こっている城山地区に住む5人の住民が住宅の購入費用の返還を求めた裁判を名古屋地方裁判所に起こした。訴えられた側は愛知県と都市再生機構。 賠償請求額は総額約9300万円。その後2008年11月にも同地区に住む別の住民12人が同じく愛知県と都市再生機構を相手取って有害物質の除去や損害症を求める裁判を起こしている。賠償請求額は総額約1億2000万円。住民は県の公害審議会に対し年月に 公害紛争処理法に基づく公害調停を申請。住民側は委員に対し、原因究明や第三者機関による土壌調査を要請した。これに対し愛知県側は調停の打ち切りを要請。都市再生機構も自らの責任を否定した上で、調停には応じない構えを見せた。その後3回の調停が行われたが、結局3者相入れず、 同年8月の3回目の調停で打ち切りが決定した。都市再生機構は地盤沈下の対策についてはこれ以上両層とも沈下する可能性は低いとして一件ごとに住宅を調べた上で場合によってはジャッキアップ工法で修復工事を行うとしている。それに対して住民はそれでは不十分だとして産業廃棄物の完全撤去を求める意見を 出している。しかし、都市再生機構は産業廃棄物に関して愛知県の調査結果を待ってから検討する都市いる。愛知県は土壌汚染の範囲を測定するため2006年中に調査を開始し、翌2007年3月には結論をまとめるとしている。調査の詳細はすでに解体された2軒の住宅を中心に同心円状に一軒一軒リング調査をしていくと、 いうものである。また新たな問題として浮上した、ニュータウン内の3つの学校のグラウンドへの問題となっている土壌の埋設に対応するために、これらの学校のグラウンドも調査するとしている。なお、愛知県は現在も産業廃棄物の存在を認めていない。問題となっている土壌については、粘土質の土壌、黒っぽい土などとしており、あくまで自然の土であるという立場である。 これに対し住民は土壌からは木片やガラス、油分などが見つかっており明らかに産業廃棄物だと愛知県の認識を非難している。一方地盤沈下に関する対応について愛知県は2006年11月に行われた住民説明会で都市再生機構との裁判を理由に曖昧な対応をした。そのため住民からは 住民より裁判を重視するのかと非難が相次いだ。結果、その翌日に行われた県知事の定例記者会見でもこの問題が取り上げられた。その際、神田正明愛知県知事は、あくまで地盤沈下の責任は都市再生機構にあるとしながらも、土壌調査の際に得られる地盤沈下に関する情報、死体力データの住民への公開を示唆した。 ニュータウンを含めた一帯では、江戸時代から第二次大戦後しばらくにかけて、石炭の一種であるアタンと呼ばれる鉱物が掘り出されていた。そのため、一部報道機関では、地盤沈下の原因は、アタン鉱が崩れたからではないかと報じられた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。